立川市立新生小学校に寄付されたのは収納棚、テーブル、子供用デスク、カーテンなど。中には平均台などの遊具もあります。これらの家具は発達障害がある児童たちが学ぶ特別支援教室にあった教育環境を考え、担当教諭と IKEA のプランナーが相談しながら決定したものです。 IKEA では店舗周辺の子ども関連施設へ商品の寄付を行うための募金活動に取り組んでおり、今回もその活動の一環として行われました。先月からスタッフ10人がかりで家具を組み立て、壁の塗装などを行い、昨日ついに IKEA の家具が設置された特別支援教室が完成しました。 IKEA ならではのシンプルで爽やかな色使いのこの教室は4月の新学期から利用が開始されるとのことです。